覧くださり誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのは川崎忍者 ZX14R、 こちらね、グリーンブラックの、ね、マレーシア仕様となっております。程度のいい、非常にコンディションのいい時代です。早速ご紹介していきたいと思います。はい、まずですね、アッパーカール、もうね、この忍者 ZX シリーズといえばこのヘッドライト、非常にかっこいいですね。男らしい、川崎らしい顔してますね。はい、アッパーカール、スクリーン、傷ですね、飛び石による傷ね、カール割れ、そういったものもございません。フェンダー、こちらもね、同じくとてもコンディションいい状態ですね。塗装剥がれとはありませんね。はい、でタイヤ、そしてね、ホイール、こちらね、ガリ傷、そういったね、錆腐食出ておりません。ローターの方もね、非常に綺麗な、状態ですね。 ABS モデルとなっております。そしてね、ブレーキはブレンボシステムを採用しております。はい、サイドもあってですね、カールです。サイドカールですね、大きな傷、立ちこけによるカール割れ、そういったものもございません。はい、ステップですね、こちら純正のステップですが、曲がり、削れ、そういったものもございませんね。はい、リアサスペンションはね、オーリンズ、こちらがね、装着されております。枕、こちらね、ダブルダッシュの純正枕を採用しております。はい、リア足回りですね、こちらもフロント同様ですね、ブラックのホイールですね。ガリ傷、削れ、曲がり、そういったものもございません。タイヤもまだまだいけますね。はい、リア前です。こちらね、純正をキープした1台、非常に綺麗な状態ですね。はい、反対側ってシートです。フロントシート、リアシートともに破れ、切れ、いません。はい、タンクです。はい、タンク、大きなへこみ傷ございませんね、綺麗な状態ですね。タンク内ご紹介します。はい、もちろんですが、サビ腐食ありませんね。はい、はい、では、エンジン始動いきます。はい、出来上がりです。非常に安定感あってですね、乗りやすい1台です。ぜひ皆様のお問い合わせをお待ちしております。